しささしささへい、どうも、吉田です。今日はですね、YouTuber の、裏側ということで、仲良くさせていただいているハイサイ探偵団100万人を超える YouTuber さんとコラボさせていただいたりとかする中で、まあ、僕らは漁業権持ってて水中銃使ったりとかって、魚取ったりするんですけども、コラボとかで、ハイサイさんに魚ついてもらったりとか、考えていきたいんですけど、やっぱり漁業権の絡みがあったりとか、許可関係をしっかり取っていきたいなっていうことを、ちょっと今考えていて、法律とか犯してるわけじゃないんですけど、やっぱりその影響力が大きいチャンネルに関しては、その辺の配慮、見ている人の捉え方によっては、密漁をさせてしまうことにつながりかねないので、事故とかトラブルを起こしてしまう方が、出張所の中にいたりすることも考えられるので、その辺の配慮もしないといけないっていうことで、あらかじめこの漁協さんとかと、まあ、深くかかっていく中で、許可関係とか、そういった連携をしっかりとっていった方が、今後やっていく中で大事だなっていうのを感じているので、ハイサイ探偵団さんとのコラボとか、その漁協を交えてなんかやるときの、今、書類作っていて、一応、民間放送、テレビとかのように、漁協の許可を得てますとか、そういった、視聴者に誤解を生まないように、あと、漁業関係者とか民間近隣住民とのトラブルがないように書類を作っている段階です。はい、ということで、翌日ですね、作った書類を持って行って、幹部の方と話してきました。この作った書類には、潜りをする場所ですね、場所とか、その、何人でやるのかとか、あと企画内容とか、そういうのが書かれてます。で、こんなことは守ってありますよとか、そういう安全面に配慮した仮の文書でですね、作って持っていったんですけど、やっぱり、簡単には通してくれなかったですね。その魚突きをしようとする場所、主に漁をしている漁師さんたちからの許可、その人たちが OK してくれてるのかっていうところから始まって、その辺の了承を得ないと、まあ、組合として許可を下ろすのはできないこともないんだけど、やっぱりその組合員同士で揉めるっていうことも、問題になる可能性があるから、まずそこで普段から漁をしている、まあ、縄張りじゃないけど漁をしている人たちに迷惑になられるのか、その人たちが OK してくれてるのかっていうことが、まず先にクリアしてほしいこと。で、それから、もう一回作ってきてくれということでした。あれからですね、さらに数日が経ちまして、漁協の方から正式に許可が下りました。幹部の方に、お願いして、書類とかいろいろ手直ししてもらったり、アドバイスいただいてね、何回かラリーして、で、理事会にも上げていただいて、で、話通してもらって、無事に正式にですね、OK 出ましたので、今日いよいよそのハイサイ探偵団と一緒に、久高島に行って魚突きをしていきたいと思います。これまでも何回かコラボしてて、別に法律を犯してるわけでもないし、一般有識者ができる制限ないで問題なかったんですけど、やっぱりですね、100万人超える大きな YouTuber さんがやるということは、それだけ影響力があるっていうことを配慮して、しっかり漁協から許可を得ていますっていう、この一言のテロップを入れるだけでもやっぱり違ってくるということで、で、今後もやっぱり漁協とか仲良くしていく中で、そういうのはやっぱ大事にしていった方がいいんじゃないかなということで、今回初めて一応正式に漁協から許可をもらうっていう取り組みをやってみました。これね、なかなか動画にすることできないので、こうやって口頭で喋ったり、言わないとわからないことなので、あえて動画にしてるっていう感じです。誰から構わずね、潜っていいんだ、魚ついていいんだ、イエーイっていう感じでやってしまうと、またちょっとそれは違うのかなっていう、もう法律犯してないからいいだろうっていうことで、身を荒らすじゃないけど、何も考えずに事故にもつながったりする場合もあるだろうし、出したらルールを把握せずに海に行って密漁につながるっていうことも可能性もありますので、そういうのではなく、しっかり漁協と連携した上でこういう撮影に臨んでますよっていうのを、今回だけちょっと入れたいと思います。こういう経緯もありますよっていう裏側ですね、をちょっと発信したいと思います。ということで、今からですね、久高に向かって魚突きするんですけど、今回はどんな魚を取ることができるのでしょうか。お楽しみに。ということで、行ってきます。久高島に到着しました。はい、グッドモーニング。ハイサイ探偵団の裏側ですね、これ。裏側、まあ、からまずは5分から
成長早かったっすからね。早すぎました。バンバンは早くチルマン食べたいって。チルマン食べたい。吉田さんに取ってもらわんといて。自分取らんと。今日はでも久しぶりに風にもお世話になります。よろしくお願いします。ハイサイがオープニング撮る前から俺撮ってる。そう、うどん食べてるからチルマンどころじゃないかもしれない。これなかなか見れないですよね、撮影中に。シーサスタシーサスタ、おお、覚えてくれてる。ありがとうございます。だから動画でこれ言ったら伊勢海老送ってもらえるらしくて。めっちゃ見てるさ。よし、さあ、ただいま梅雨の真っ只中なんですけど、今日の企画は潜りたい釣り、はい、どちらが釣れるか検証ということですね。絶対勝ちたい。よろしくお願いします。潜りの底力。はい。オッケー、じゃあ荷物乗せます。オッケー、行きますよ。はい、それでは今回も慣れない解説を少し入れていきたいと思います。一旦マッキーが、ね、編集してくれた映像を見ながら、数日後の解説なんでちょっと思い出しながらやっていきたいと思います。はい、まずですね、一番最初に潜って物を探してますね。これちょっと穴がちっちゃいんですけど、チヌマンが隠れてます。はい、出しました。これぐらいちっちゃい穴だと隠れるスペースが限られてるので、まあ、狙いやすいというか的が限られてるので、大きいガマとかですね、大きい穴になってくると見たら奥の方に逃げていくので、見た瞬間つかないといけないです。はい、なので、今回後でコウちゃんに魚ついてもらうんですけど、初心者の方はゆっくり穴の中覗いて狙いを定めたいので、こういうちっちゃい穴狙った方がいいかもしれないです。なるべく水深が浅いところですね。チルマンの場合はこういうところ、深いところでもいるんですけどね、狙いやすいのは、まあ、浅いところが狙いやすいのかな、初心者の場合は。はい、ここもこれ映像見たら分かりやすい、水深結構浅いですよね。もう背の立つところ2メーターないぐらいかな。はい、次おじさんつきました。今回ですね、チルマンがかなり多めですね。チルマン多めの映像となっています。これも穴目がつきましたね。今回吉田はですね、いつも水中銃使ってるんですけど、手盛りでやってます。企画の内容が釣りと、潜りでどっちが魚たくさん取れるかっていう、まあ、少し検証も兼ねてやったので、水中銃使ってしまうとやっぱちょっと明らかに取れてしまうので、少しなんでじゃないけどスペック落としてです。手盛りでやってます。で、今回ちょっと潜りのポイントでやってるので、釣り班にはちょっと申し訳なかったですが、魚があんまり釣れなかったと思います。はい、トカジャがいますね。トカジャもですね、あ、これ身ついてますね。思いっきりど真ん中。トカジャもチルマンと同じで、明かり照らしたら奥に入っていくので、できれば穴の中覗いたらなるべく早く放った方がいいですね。
急所外した場合は目串で脳天締めをして鮮度を保つように保管します。今回吉田が使っている手盛りは沖縄にあるシーラっていう釣り具センターで買った手盛りですね。これにあの中間のパイプをつけて、少しだけ長くしてます。でなんか軍手使って手袋してるんですけど、軍手だとね、盛り引っ張った時にツル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 滑るので、この盛りの真ん中にビールのネックを巻いて、あの掴みやすいあのくぼみっていうですね、これを作ってますね。今足でこうやって漕いでるのは、チルマン着いた時に踏まれて砂が舞って中が見えなくなっちゃったので、この砂をどかすためにこの足でヒレでね水を送ってるっていう感じです。この足ヒレでこうやって砂をどかす作業とか、手でこうやって煽って穴の中をの砂をどかす作業っていうのは結構よくやりますね。こちらもチルマンです。急所ではないんですけど、ついてるところはまあでも昼間の穴打ちなんで、こうやって顔をつければいいかなっていう感じですね。はい、食べるところはいっぱい残ってるので、この状態でもまあ問題はないかなっていう感じです。そして今回はですね、水揚げをしないであのお世話になってる島の人たちに全部配って帰るということだったんで、はい、大好きなチルマンをたくさん取ろうということになりました。こちらもおじさんですね。ちょっと魚釣った時に後ろから2匹って言うように見えたんですけど、この穴の中に3匹いました。指さしてますね。左側の穴と右側の穴にもあのチルマンがいるよっていうのがありました。ちょっと映像では分かりにくいですね。右の穴と左の穴、右の岩と左の岩、魚が入っていきよったよっていうのを指で合図しました。どうしてもやっぱりこの水中映像は分かりにくいので、そこをしっかりお伝えできないのがちょっと心歯がゆいというかですね。これでもかなり透明度はある方でした。はい、釣りましたね。逃げました。今一匹逃げられましたね、穴の中にいたけど。はい、でようやく当たった感じですかね。はい、これチルマンの尻尾掴むんですけど、カミソリみたいなのがあるのでね、これ慎重に掴んだ方がいいです。本当はこれもう少し尻尾の身がないところを狙ってたんですけど、身寄りについてしまいましたね。穴の奥にいて顔をあっち向けてる場合は顔面顔狙うことができないのでね、自分は尻尾のあの細いところ、なるべく身がないところを狙ってついて引きずり出すっていうやり方をよくやります。これチルマン締めてる時にですね、ウリヘビがやってきましたね。はい、森に絡まってます。おそらくチルマンついて血の匂いでやってきたと思いますね。近くまで上がってきました。ちょっとね可愛かったのでいたずらしました。よく見るとね、つぶらな瞳でね可愛いんですよ。なでなでします。逃がします。さよなら。はい、これかなり浅いですよ。もうなんていうんですかね、泳ぎながらもう足がついてるんですよ。これかなり打ちにくくて、体勢を整えてますね。ほら、もう足がもう膝がついてるんですよ、岩に。もうこう海面ギリギリつく顔、この状態。いいサイズだったんじゃないかな。ほら、めっちゃもう立てるんですよね。膝ぐらいの水深しかなかったんですよ。岩の上からですね。こんなところにも魚隠れるんですよ。
狙いにくいところがあるんですよね。で、目串で脳天締めする間にも顔を突っ込んでね、他にもいないかなっていうのを探していきましたね。まあまあいいサイズですね。チヌマン、テングハギって言うんですけど、海外ではユニコーンフィッシュって呼ばれてますね。なので角が入ってるユニコーンフィッシュ。映像を見て多分気づく人もいると思うんですけど、森でやる場合は僕右利きなんでね、どうしてもこの角度からこの何ですか、右手を下にした角度からの方がつきやすいので、岩があったら右回りで回ることが多いです。岩があって右手で穴の中を作るので、岩があったら右回りで行くことが多いですね。なので魚がいたらぐるっと回って、つきやすい位置に持って行ってからいます。これ、穴の中覗いてますね。奥にトカジャーかチノマンがいるんですよ。それを狙ったんですけど、そこに届く前にね、この赤い魚、赤い湯ついてしまったので、ちょっと誤算でした。本当はチノマン狙ってました。次回はサメに遭遇します。これもしっかり解説入れないと誤解を生むので解説します。それでは次回。